大ヒット漫画セクシー田中さんの原作者の意向に反する形でドラマが進められていたことが明らかになって深刻な問題となっています。 X では原作クラッシャーがトレンド入りしましたが、これはセクシー田中さんの脚本家である相沢智子さんに向けられた批判でした。現在セクシー田中さんのチーフプロデューサーを務めた三上恵理子さんには原作クラッシャーとの批判が寄せられています。そこで今回は三上恵理子さんが原作クラッシャーと呼ばれる理由や、なぜ原作者を無視して原作を解約してしまうのかについてまとめてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴してくださいね。三上恵理子プロデューサーは以前、汚染をドラマ化した際に原作者にショックを与えて救済に追い込んでしまった経験があるためや、セクシー田中さんの責任者としての責任があるから原作クラッシャーと言われているにです。汚染は漫画家の菊池翔太さんが手掛ける大人気グルメドラマ漫画です。漫画汚染は1999年から2014年まで連載され、続編の漫画汚染罠女が2022年から連載中です。ドラマ汚染は2008年に放送されました。それでは汚染解約ドラマで原作者大激怒した救済から連載開始までの経緯を見ていきましょう。菊池翔太さんの汚染を原作にドラマ制作がスタート。しかし放送開始後に原作が解約されていることが分かりました。汚染のドラマ見てみたけど、うん、ひどすぎた。原作感ゼロ、そりゃ身売りって言われるわ。汚染のかっこよさ一つも出てなかったし、ただの弱々しい酒飲みになってたし、見た目もほぼみんな違いすぎてて、汚染に出てくるキャラって感じしんかった。残念すぎ。2019年7月23日の X、 菊池翔太さんはショックを受け、創作活動ができなくなり、放送後から連載を休止しました。そして、彼は人間不信に陥りました。原作と大きく異なることにショックを受けて、創作活動ができなくなった。幸せになれると思っていたものが、実は身を売ることだった。プレジデントファミリー2009年1月号コラムより、ドラマ汚染の最終話のクレジットが、原作から原案に変更されました。しかし、菊池翔太さんは妻の支えもあり、2008年11月25日に発売された24号から連載を再開しました。辛い思いをしてまでやらなくてもいいよ。田舎で静かに暮らそうか。プレジデントファミリー。2009年1月号コラムより妻の言葉。ドラマセクシー田中でも、汚染と同じようなことが起こりました。さらに悪いことに、原作者の芦原ひな子さんは、自ら命を絶つほどに追い詰められてしまいました。現代では前回とは異なり、SNS が普及していたことも、事態を深刻化させたと考えられます。なぜ、同じ過ちが繰り返されたのでしょうか。それでは三上恵理子プロデューサーの、プロフィールを見ていきましょう。三上恵理子プロデューサーは SNS を利用しておらず、メディアにも出演していないため、公式な情報が存在しません。一部のサイトでは AI が自動生成したものとして紹介されていますが、その根拠は確認できませんでした。三上恵理子さんは日本テレビのチーフプロデューサーであり、テレビドラマの制作を手掛けています。また、日本映画テレビプロデューサー協会の理事も務めています。この協会は日本の映画やテレビ番組の制作に関する調査や研究を行い、関係者の育成や海外との交流を促進し、日本文化の向上を目指しています。三上恵理子さんがプロデュースした最も古い作品としては、2007年放送の蛍の光が挙げられます。したがって、多くのサイトで蛍の光を三上恵理子のプロデューサーデビュー作として紹介しています。もし、蛍の光がプロデューサーデビュー作でありとすると、現在の年齢は50から55歳くらいと推定されます。
2021年にはチーフプロデューサーに昇格し、最新作としては2024年に放送予定の厨房のアリスや先生さようならなどがあります。ただし三上恵理子プロデューサーに関するプライベートな情報は一切公表されておらず、人物像には多くの謎が残っています。メディアに露出しているプロデューサーもいますが、このように情報が非公開というのは三上恵理子さんが人前に出るタイプではない可能性があることを示しているかもしれません。また汚染のような事情があって公の場に姿を現したくないという思いもあるかもしれません。三上恵理子の過去のプロデュース作品には以下のものがあります。蛍の光2007年、汚染2008年、おう、マイガール2008年、蛍の光に2010年、理想の息子2012年、チープフライト2013年、磁石男2014年、部活、好きじゃなきゃダメですか ?2018 年、清子2021年、生徒が人生をやり直せる学校2021年、2月の勝者絶対合格の教室2021年、トーボーイ F 2022年、騙せない男2022年、初恋の悪魔2022年、ファーストペンギン2022年、ノンレムの窓2023、新春2023年、ブラッシュアップライフ2023年、リバーサルオーケストラ2023年、セクシー田中さん2023年、厨房のアリス2024年、先生さようなら2024年などです。では三上恵理子さんは原作クラッシャーなのでしょうか。汚染に続いてセクシー田中さんがあります。両作品がドラマ化されたことで原作者の心が疲弊したことは確かです。プロデューサーは作品の最高責任者です。作品全体の責任を負う立場にいます。なぜ原作者の意向にそぐわない形でドラマ化が進められたのか説明が求められています。しかし未だに説明責任は果たされていません。日本テレビもドラマセクシー田中さん公式サイトトップページにて責任逃れや自己防衛といった世間から非難される発信をしているだけです。日本テレビ三上恵理子プロデューサーはなぜ三上恵理子さんは原作者の意向を無視して原作を改編してしまうのでしょうか。以下の可能性が考えられます。原作者を軽視すること、原作者からプロデューサーまでの間で意向が正しく伝わらない伝言ゲームになってしまうこと、具体的な例として大人気漫画推しの子で分かりやすく描かれていたことが挙げられます。要するに原作者から直接プロデューサーに話が伝わるわけではないということです。忙しい時は出版社の担当者やライツが介入し情報が伝達されます。例えば原作者からサブ担当編集、担当編集、ライツ、制作やプロデューサー、脚本家マネージャー、脚本家という経路を経て情報が伝わります。しかしセクシー田中さんの場合、ドラマ化の条件は原作に忠実に再現することでした。そのため原作者の意向が正確に伝わっていなかったことが原作との不一致の理由とは考えにくいでしょう。契約書が存在しない可能性もあります。もしドラマ化の条件さえ正確に把握されていなかった場合、原作者軽視が関連している可能性もあります。業界では原作者軽視という悪しき風潮があり、過去に実写化された作品について同様の経験をした作家の証言があります。ただし全てが原作者を軽視する現場ばかりではないということも注意が必要です。まとめると、三上恵理子プロデューサーが原作クラッシャーと言われるわけとして関わった汚染セクシー田中さんを解約し、その結果原作者を追い詰めてしまったからです。汚染の原作者である菊池翔太さんはこの作品が2008年にドラマ化されたことを最悪の年だったと振り返っています。
三上恵理子プロデューサーは、メディア露出が少なく、情報がほとんどありません。現在、セクシー田中さんの問題が取り沙汰されていますが、なぜ解約に至ったのかについては説明がないため、正確な原因はわかりません。推測に過ぎませんが、以下のような原因が考えられます。ドラマ化の条件、原作に忠実にすら伝言ゲームになってしまい、日本テレビ三上恵理子プロデューサーに伝わっていなかった。原作者を軽視し、意図的に解約してしまった。このような過ちが二度と繰り返されないように、原因究明が求められています。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。